こんばんは。やあやあ。お、金のだるま。背景が普通に戻ってる。シンプル。シンプルになってる。ミキヤくん招き猫。ありがとうございます。ウドムさん可愛いギフト。ありがとうございます。ヤスルパンさんも招き猫。ありがとうございます。服部さん。わら服。ありがとうございます。わら服？わら服？どこのマロスです？わら服って書いてる。いやいや、どこの間は封印。安兵衛さん服ありがとうございます。服服服。あ、わら服どんや服着たるを略してるってこと。わら服。卵サンドさん服ありがとうございます。タルトはまだ完売してない。まだあるよ。だって11日まで持つから。めでたいさん、ほら、わら服ありがとうございます。わら服には服着たる。わら服、わら服。お誕生日メール来たよって。おめでとう誕生日コナンさん、おめでとうございます。え、ホゲナさんもわら服ありがとうございます。めでたいね。ミキヤくんわら服ありがとうございます。こんばんは。マウさん服ありがとうございます。お腹すいた。夜ご飯の時間ですね。夜ご飯の時間ですね。こんばんは。フォローしました。できるか。夜ご飯買いに行こうとしたところで配信予約に気づきました。いつ配信予約に気づいて。行けたんじゃない、買いに。話し会受付中か。固定コメントにしとこ。お話し会受付中。
今日早い、そう、早くしてみた。早くしてみた、19時。ご飯食べながら見てます。何ですか今日は。今日のご飯は何ですか。こんばんは。お腹空いたね、確かに。パクレンパサランさん、服ありがとうございます。そう、追加受付中、第9時再販2時受付、第9時再販2時受付です。5時間配信しないよ。こんばんは。夜ご飯はまだ分かんない、決めてないです。お、ゼロさん、猫、招き猫ありがとうございます。こたつ猫さんも猫、招き猫ありがとうございます。ハンバーグではないですね。ハンバーグではないのは確かです。ハンバーグではないんですけど、こんばんは。だるま、だるま、今日は風が強いですね。なんかさっきから急に強風が吹いてます。雨降ってる？マジ？ついさっき、本当に15分前ぐらいに急に強風、雨なんかな、少し前ぐらいからめっちゃ外の音が聞こえる。いや、え、雨降ってなかったですよ今日は。降ってなかったです。雨の気配もなかったけどね。なんで急に。急やな。急です。急。全然晴れてた。全然いい天気だった。こんばんは。こんばんは。今年も可愛いです。ありがとうございます。前髪切らなきゃな。伸びてるわ。頻繁に切ってるんだけどね。こんばんは。今日は大人っぽい？嘘。何が違うんだろう。前髪の透け感かな。そんな気する。こんばんは。
きげんよう。前髪の透け感ケンジさん、ハートありがとうございます。こんばんは。やあ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 、じゃあ自分も大人ですねって。そう、大人を通り越して大人。こんばんは。メイクしようかな。ちょっといや、おじいさん、おじさんとかじゃなくて、言っちゃってるじゃん。じゃ、まつげ。いまだに学生に見られたりします？まあいろんな学生がいるからね。大人っぽく見える学生がいるから。そうね。こんばんは。まつげを上げてます。はい、まつげ増えました。こんばんは。この時間が一番眠い私は。どうです、皆さんは。やあやあ、仕事から帰ってきたって感じ。あ、ちいかわ20時が一番眠い。確かに9時とか眠いね。わかる。9時、え、もう7時から9時にかけてが一番眠い。何もなかったら昼寝、夕寝、夜配信まで夕寝をしようっていう時間です。この時間、夜配信まで夕寝しよっかなー。今日は7時にしてみた。うとうとしてました。1470。
あと30日で1500だね。記念日。記念日を。タワーのお礼配信しなきゃ。後からもう一回配信ないよねって。特に予定はないけど、特に予定はないですよ。ほうほう。かわいいギフトありがとうございます。大人っぽいって言われたからちょっとメイクしよう若く見られたいっていうね。女です。こんばんは。お肌きれい。やった。ファンデーションしてない。そう、幼い系メイク。そう、若く見せる。そう、今日私の部屋です。静かでしょう。家寂しいよね。めっちゃ静か。家にいるのにホームシックになる、こんな静かさ。うわー、若く見せるメイク。メイクって若く見せるじゃんね。うわー、誰も反応してくれませんよ。最近買ったキラキラリップ可愛くない？見て。これ12月26日ぐらいに日本初上陸した新作の韓国コスメ。最先端。でもあんまり分からんけど、可愛くない？キラキラしてるの。韓国の。キラキラ、女の子はキラキラが好きです。これも買った。キラキラ同じやつ。最先端。キラキラ。テカテカもいいよ。テカテカ、テカテカキラキラ。これも買った、同じやつ。これはテカテカするやつ。最近つけてたけど結構テカるからな。これも韓国の。新しいよね。回して出すリップです。こっから出てくるんですけどね。あ、出てきた。ほら出てきた。ほら見て、これを取って塗るやつ。これも、あ、ネバネバがめっちゃテカるんですよ。これ
おでこに塗るんじゃないですよ。そう、ネバネバの ねちょって感じ。でもテカリを加えるやつなんです、光とテカリ。そうだからツヤツヤになる。ほら光ちょっとねちょってる。最初塗りすぎたらねちょってなるけど、ちゃんとこうやってちゃんと伸ばしたら大丈夫です。塊でボンって置いたらねちょってなる。そうさっき言ったりけど、伸ばしたらちゃんといい感じにはなる。ねちょらないですね。余った剣この辺に乗っとこう。チーク代わり。そう、年末に日本に初上陸したやつ。韓国のメイク道具は、そうか、韓国のねメイク用品めっちゃいいんですよ。最先、美容の美容最先です。最先端。でもこのテカテカ可愛いんですけどね、なんか真ん中だとかさ、あんまり受けよくなさそうだから、公園とかしか乗らないけど。天ぷら食べたのとか言ってきそうだから、わからない方からしたらこういうやつなんですけどね。絶対夜ご飯は天ぷらですかみたいなコメントをしてくる人がいるから、公園とかで使おうと思ってね。こういうプルンっていうね、キラキラなんですよ。プルンと、プルンと振りではないです。天ぷらではないです。お昼に食べたものはカレーです。全く無関係はカレーです。味するのって、舐めてはないけん味はしないけど香りがするから。普通のカレーです。私家では納豆カレーがねよくするんですけど、今日は納豆は入れなかった。納豆入れたら美味しいんですよ。今日の晩ご飯カレー一緒じゃん。あの昨日の夜から私カレーなので、カレーって2日ぐらい食べるじゃん。そう、その昨日作った残りのカレーです、昼ご飯。でも夜は分かんない。昨日作られたカレーです、2日目。うん、自分で作ってないよ。自分で作ってないよ。え、私も昨日今日カレー、すご一緒じゃんタイミングね。2日目カレー、2日目です。私もカレー、あ、めっちゃカレー食べてる。美味しいよね、久しぶりにカレー食べて、え、美味しいと思って、カレーって美味しいって思った改めて。生姜焼きか、いいね。生姜焼きも好きです。カレーの時期だね、寒いから。でもとりあえずカレー作っときゃね、2日3日そう食べれるので便利な料理ですよ。ね、3日ぐらい、いけて3日かな。たこ焼きとラーメン食べましたが、カレー食べたくなりました。大食い。あ、カレーうどんいいね。カレーにうどんね。
レースパ1週間続く。マジそんなに持つ？すごい大きな鍋で。こんばんは。カレーとおでんは長いですよ。一回作ったらしばらく持つ。おでんもね。待って、晩ご飯ハンバーグだって。めっちゃ食べるやん、ハンバーグ。いいな。ハンバーグカレーは食べたことないかも。ハンバーグとカレーは一緒にしないですね。ウェルシュの菌、ウェルシュ菌ね。そう、数日したらね、あれで見た、強い菌ね。そうなんよ。夏場のカレーとかが良くない？そう、あれなんとかニュースみたいな、仰天ニュース的なやつで食中毒なるやつ見た。そう、カレーで。そう、そう、だから、あ、カレーやばいんだなと思って。ちょっと暑い日のカレー、頻繁にね火通さんと。こんばんはね。そうなんですよ。お味噌汁も危ないよね。そうなんです。こちら、汁物、お味噌汁。シチューとかもね、怖そうだよね、当たったら。シチューでできそう。玉ねぎ。あ、じゃがいもが炒めやすいんだ。へー、入ってるね、じゃがいも。でもカレー美味しい。久しぶりに食べたら、カレー最近食べてなかったから今年初だ。バランスボールバランスボール乗ってますかって、ベッドで。これ結構高さがあるベッドなんですよ。だからこうやってしたくなる。スープカレー、バランスボール配信。読みますかね、画面。しかもベッドの上に三脚立ててるから不安定なんですよね。こうやってトントンしたらほら、不安定なんですわ。フェリスさん、ハートありがとうございます。こんばんは。バランスボール楽しいよね、わかる。でも家にあったら邪魔だよ。バランスボールしたくて買ったことがありますけど。そう、一人暮らしの家には邪魔。実家ならいいかもね。一人暮らしの家には邪魔でした。どうなってるんだろう今。トマトとかパインとか入れないです、カレーに。入れない。バランスボールに乗る機会ありません。普通ないよね。
そうバランスボール欲しくて買ったんですけど、いらなくなって、そうでもリコチがね欲しいって言ってたからあげたんです。あれ今どうなってるか分かんない。もうあげたのも1年半とか2年前になるんでね、なくなっててもおかしくはないんですけど、置き場所に困ってたら、そう欲しがってる子がいたので、そうピンクのやつ、ね、あれってことはでまだあるってことだね。その感じ、チョコチップさんありがとうございます。そうバランスボールね、買ったすぐは楽しくてめっちゃ乗ってたんですよ。乗れる乗れる。あの頃メンバーもよく部屋に来てて結構遊んでたんですけど、もう使わなくなったらただの場所取り、めっちゃ場所取るボールなので。こんばんは。クッションとかも捨てた。一人暮らし楽しんでます。家具いろいろ試してね、あこれ違ったなとかありましたけど、一人暮らし楽しんでますよ。そう家具ドルです。でももう最近はもう収まった、安定しました、この家具に決まりっていう固定です。失礼しました、君に決めた、安定ドル、安定ドルです。お芋ちゃん招き猫ありがとうございます。猫、あ今日の部屋は落ち着きますよ。模様替えか、模様替えしたいけどね、大変なんだよね、大きなものを動かすの。ソファーの向きを変えたいなとは思ってるんですけど、なかなかやりだしたらね結構進むんですけど、夜中とかに。服ありがとうございます。配信の画角だ、ここに物を置けるじゃんって最近気づいてさ、この窓透けないからさ場所バレしないし、ここに人形飾れるじゃんって最近気づいた。カーテンついてるんですけどね、外が見えないのでこの窓、ここに人形飾れる。配信背景、配信背景こう飾れるなって。でも実家にちいかわはね持ってきてないから飾るもんなくて、昨日買ったとりあえずちいかわのポーチを飾った。実家にはねドッピーぬいぐるみを持ってきてないので。最近気になる映画、最近っていうかだいぶ先だけどあるよ、気になる映画公開される映画で見に行きたいやつ。結露？わかんない。人形実家にはあんまないです。今度半分ぐらい持ってこようかな。結露あんましないと思う。そう
全然大丈夫です。木だけど全然かびってないし、多分結露しないと思います。そう、次の公開される映画で見に行きたい映画は2つある。ゾンビのやつとマッチングっていう映画。マッチングだっけ、マッチングっていう映画は見たいです。ゾンビのやつは1月後半に公開だった気するので、部屋あったかいですよ。部屋はね 23.6 度、めっちゃあったかくない？快適です。うちの窓は結露してべちゃべちゃ。マジ？へえ。結露か。そうなんか、でも広島でもあんまり結露を感じたことないけどな。あ、そう、ゾンビとかホラーとかが好きなんですよ。そう、君と世界が終わる日に、それです。ドラマをもともと見てたから、あ、映画化するんだと思って、最近映画館でチラシを見つけて、あ、行きたいと思ったんですよ。映画自体好きなのでね、何でもいいから見たいんですけど。こんばんは。やあやあ。こんばんは。お花きれい。お花？あ、お花？こちらですか。こんばんは。お花。書き初めみたい。書き初めね、してないね、最近。ここ2年ぐらい。確かに昨日の部屋でめっちゃ書道できそうじゃん、あの机で。確かに。でもそんな上手くないけんな、絶妙だからな私の字。ゾンビになっちゃ、ゾンビにならない、ゾンビに負けない。フリーダム、あれは筆ペンだから習字じゃない。習字したのはね。でも鉛筆字の方が得意ですよ、それを言うなら。硬筆。そう、絶妙に、なんかうますぎないんですよ。でもなんか別になんか自分で言うのはあれですけど、めっちゃ下手でもないから絶妙なんですよ。うまっとはならんけど、まあなんか、そう、習字習ってた。うまっ。
鉛筆の字の方が得意です。硬筆。習字ね、習字道具どこにあるんだろう。あるっちゃあるんだろうけど、もう筆が傷んでるだろうな。買わなきゃ。数年前の習字道具だから。なっちゃんが湯切りかとは熟年夫婦の関係って言ってたけど、どういうことって。もうその名の通りですよ。もう好き好きとかじゃないんですよ。ラブみたいなじゃなくて、もう普通なんです。ある程度一周回って仲良し小良しじゃないんです。一緒にいるけど、そう。熊の筆。こんばんは。家族、そう、まあなんかお父さんお母さんみたいなもんですよ。ファンミで書道みたい。ファンミ？ファンクラブミーティングですか？いるのが当たり前。そうね、なんかもうなんだろう、まあそうですね、勝手に一緒にいるみたいな感じです。気づいたらお父さんお母さんです。気づいたら近くにいるけど、もう仲良しって感じではないみたいな。親友とかではなく。こんばんは。一緒に食事をしたり。仲良しではない、まあ仲良しではないってことですね。仲良し小良しではないです。あなたのファンミ開設されたら入りたい。ファンクラブね、ぜひ入ってください。ファンクラブ、なんかカードみたいなの届くんでしょ、あれ。ファンクラブの会員番号を書いた自分の欲しいもん、あれ。ファンクラブ会員証みたいな。こんばんは。そういえば昨日年賀状届いてました。ありがとうございますってね、ツイート見ましたよ。ツイート見ました。よかったです。2、7べ。生誕祭のなっちゃんの手紙読みたかったって。いやでもなんか私かなって思ってたんですよ。でも愛子になってたから、ああ愛子が書いたのかなと思って。そりゃ書いた本人が読む方がいいよ。愛子になってたから、あ、愛子が書いたんだなと思って。そう、そしたら愛子だった。こんばんは。本人がいるときは絶対本人が読んだ方がいいから。そうね、こんばんは。
年会員で入るからねって。いつでしょうね、ファンクラブは。月に2人ぐらいずつなんかね、あれって。こんばんは。今年は誰かなって、お手紙。こんばんは。システムがよくわからない。まあ私のはまだなので、まだわからなくていいですよ。私のファンクラブまたできたらお知らせするので、その時に。こんばんは。マックマック。そう、まず選抜からなので。ちいかわ、そう、ちいかわです。これバレンタインのちいかわ、中にチョコレートみたいなの入ってた。ちいかわ、バレンタインのちいかわのやつ可愛かった。他のやつも、箱のやつにちいかわのチョコが入ってるやつとか。食べてないです。食べてないですよ。箱のねやつは中身可愛かったけど、箱はいらないじゃん、ゴミになるから。このポーチとしても使えるやつにした。そう、入ったまんまです。食べてないよ。似てない。金だるま、ありがとうございます。金だるま、2月までそのままって。お腹すいた時に食べます。食べたくなったら食べる。非常食です。あ、フグフェス当選した？早い、当落。当落出てるのね。2月22日。にゃんにゃんにゃん。そう、お菓子の箱とかは、前までは取っておくタイプだったけど、最近は捨てるタイプ。紙箱ね、可愛い紙箱とかもあるけど、そういうの取ってたらゴミになるので。連休前の平日、2月22。今年連休多いらしいね、なんか見た。今年は連休がめっちゃありますみたいな。十何回。三連休がいっぱいあるね。イエーイ。イエイイエーイ。2月は2回3連休？おね、でも連休があるってことはね、お話し会とか講演とかね、ありそうだよね。STU のレモン味の箱。あ、まあそういうのは取っておきたいけどね、アイドルとコラボしたお菓子とかは。
そういうのは取っておきたいけどね。ゆうぴょんさん、かわいい。ありがとうございます。こんばんは。そう、再販中ですので、お話し会再販中です。ゆうぴょんさん、服ありがとうございます。おすすめ日は2月どこまで申し込めるんかいね。2月18申し込めるっけ。あ、いけるね。2月18のセメセメメイドさんです。あとリアルの広島とか。でもこう見たら意外と少ないね。あともうちょいでお話し会終わるじゃん。2月と3月で終わり。あ、まだ1月か。でも2月と3月、ちょっとしかないじゃん。2月、1、2、3、4、2月に4回と3月に3回。ね、まだまだあると思ってたけど意外ともうちょいだよ。ね、1月終わったら2、3で終わりです。3月20日が幕張あります。幕張で会えるやつ。24、25、広島。そう、13日がね、お話し会です。しあさって。みこさんとモコモコパジャマ2日連続あるのでね。みこさんとモコモコパジャマの日です。ぜひお話し会来てください。みこさんは13です。しあさって。土日よろしくお願いします。よろしくお願いします。充電さしとこうと。え、せめせめみこさんじゃないよ。みこさんだよ。普通に普通にみこさんの予定だよ。まだ大阪はセメセメですかって。まあまだまだ買ってないけど。
1月11日はポキの日。11月だけじゃないのか。可愛い私服がいいなって。まだね、買ってないよ。2月でしょ。こんばんは。まだ買ってないですけど。今買ったらね、その時にはちょっと流行り遅れてるかもしれないから、その近くの新作のを買う。元日ポッキーの日ではない。ポッキーは11月11日だけじゃないの？そんなこと。11月11日、20日まだ買ってないよ。まだ巫女さんも買ってないよ。なんなら直前に買うの方が服がまだ新しいから。巫女さんは明日か明後日ぐらいに買います。明日かな。こんばんは。そう、鮮度大事。こんばんは。そういえば3月3日はなんだっけ？3月3日ってなんかあったっけ？こんばんは。お話し会？なんだろうね。あの画像を見たらね、早いんですよ。このツイートを遡って。あった。ひな祭りっぽい感じだって。ひな祭り。リツイートしとこうかな。お話し会受け付け中。そう、ぽい感じ。ひな祭りっぽい感じです。うわ、ラーメン食べたくなってきた。ゆきりかに届け見てたら。X っていうの慣れましたよ。
ホスト。ちゃんぽん。お腹はまあ空いてきましたね。こんばんは。何時まで配信しよう。長いのを配信するか。まあもう1時間。たこ焼きは食べたくないです。こんばんは。長く1回配信するか短めを2回。0時まではできないよ。喋るだけで0時まではできないよ。9、10、11、12。作りたくなってないたこ焼き、最近作ったやん。片付けが大変なんだよね。こんばんは。ことよろ、ことよろ。口がタコになりました。服部さんタコありがとうございます。ゆきりかちゃんの写真保存させてもらってる。してして。やするぱんさん、みきやくんタコありがとうございます。そなっちゃんの口です。似てます。なっちゃんの口。これで歯が見えんかったらいいんですけどね。上唇が薄すぎて私歯が見えるからネズミ男みたいになるんですよ。ほら、唇があったら歯が見えなくていいと思うんですけど、そうネズミ男みたいになる。前歯2本見えちゃうんですよ。気になる。なっちゃんにゆきりかの真似してみてもらいたい。どう来るんだろうね。マジで似てますでしょ。みやりんさん、金のだるまありがとうございます。そういう口するんだって。そうそう、昨日なっちゃんのモノマネをしててさ、ちょうどタイムリーにインスタに上がった写真がなっちゃんの同じ口で、このおんなじだーって。ドナルド今日はお休みです。こんばんは。ドナルドは今日はお休みです。やあやあ、やっほー。8時ですね。夜ご飯食べました？もう。
はい。ハンバーグワーズいいな、ハンバーグ。ハンバーグ。カレーとラーメンとたこ焼きと天ぷらの口ですって。どれ食べる？ラーメンじゃないこの時間。あ、でもまだ8時だから全部空いてるね。そうだ、10時かと思ったらまだ8時だ。いつも配信終わったら店閉まってるけど、まだ空いてるで。どこでも行けるよ。私はそうですね、何の口かな。電車バスで帰宅中だけど、手がかじかんでキラキラ星が押せない。わかる。だから今日特に寒かった、なんか手が外れたら。わかる。何食べたいかな。でも天丼とか食べたい。天丼、天ぷら定食。こんばんは。え、今日寒かったよね。ね、手袋いるやんって思ったけど、手袋はしてません。せずに外に出て手袋欲しいってなりました。はじめまして、はじめまして。あ、そう、スタバカウントはリセットされた。今2です。こんばんは。運転中やけんコメントするの怖い。せんでいいよ、コメント。運転中はしないで、しないで。こんばんは。手袋なくしてないですよ。だって持ってってないもん。外に。こんばんは。そう、運転中はちゃんと運転に集中してください。知らないよ、捕まっても。こんばんは。今年2回スタバ行きました。今度ゆきりかと大阪で初めまして。マジ？初めまして。楽しみにしてます。初めましてか。信号待ちでコメント。まあ信号待ちね。まあ気をつけてください。差し入れになめらかプリンを買いました。ゆきりかおすすめの差し入れあるって。おすすめの差し入れ、どこに。こんばんは。赤にならん、ダメです。コメント打っちゃ、赤になってないならダメです。いやいや、仲いい仕事仲間。私はなんかもう愛媛だからみかんジュースですね、毎回差し入れは。いろんな
みかんジュース、なんかみかんジュース喜ばれるんですよ。みかんジュース。でも、もらって嬉しい差し入れだったらコーヒーとか、私がもらって嬉しいなって思うのはコーヒーです。コーヒー、コーヒーあったら嬉しい。コーヒーあるじゃんってなりますね。うんうん。こんばんは。どうぞ。コーヒー、コーヒー、コーヒー、やコーヒーはブラックって、コーヒーは、まあ、ブラックでも飲めますけど、甘いのも好きですよ。どっちでもいいかも。あればもう何でも嬉しい。愛媛出身の大阪の人にみかんジュースあげたらめっちゃ喜んでくれました。みかんジュースね、誰でも喜んでくれるよ、結構。愛媛県民でももらって嬉しいもん、普通に。愛媛だけど。この前公園帰りに一蘭ラーメン食べたかったけど人多くて隣の店で食べたがうまかった。え、隣のお店ってなんだろう。こんばんは。力うどんの方、ラーメン、ラーメンとかうどんとか売ってるところ。ハマグリは違う、隣じゃない、斜め前とか。一蘭いつも混んでる？そうかな、私が行くときいつも空いてるんだけど。こんばんは。深夜混みがち。なんか24時間やってるラーメン屋さんとかあんまないけんね。もう一蘭はやってるからさ、2時とか3時とかでも。今日のツイート、彼女感ある写真ある？あれめっちゃ高い位置で撮っとるけんさ、上から。こんばんは。あれはどんぐらいだろう、185センチぐらいの目線です、きっと。か190、180。あ、力行ったことある、ある。なっちゃんと行ったよ一回。うどん食べたっけな、ラーメン食べたっけ。前が見ることのない景色。そう、一緒にいた友達がさ、150センチぐらい、148センチぐらいの子だから、下から撮られるんですよね、どうしても。だから上目から撮ってほしいって言ったら、背伸びしてこうやって撮って、ああなりました。もう上すぎだけど、まああんまり言っても、せっかく撮ってくれてるからあんま言えないから、あ、まあそれでみたいな。
そう、小さいんですね。148センチくらいなので、下から撮られるのは漏れないから上からお願いって言ったら、あんな上からになってしまったんですよ。すんごい上から。まあでもまあまあ下よりはマシなので、それでいいやと思って。高いところから撮ってくれました。こんばんは。そう、20センチ違う。普段盛るとか考えない。そう、低い子に撮ってもらったらね、盛れないんですよ。下が目から捉えるから、上から撮ってほしい。こんばんは。母とかも結構下から撮るから、下っていうか同じぐらいの高さから、上から上からっていつも言ってる。上でちょっと前倒しが一番漏れるんですけど、そう、20センチ差あるけんね、その子の目線で撮ったらなんかこの辺になる。むずいよね。身長伸ばしたい？もう無理だよ。もう無理だよ。はい。はい。配信で聞くユキリカの声って。すごい安らぎがある。眠くなるでしょ。眠くなるってよく言われます。私が10時ぐらいにやってるから。よく家族で母が一番写真うまい。でも撮ってもらったことないけんね、お父さんとか弟には。意外とでも弟若いけんさ、うまいんかもしれん。眠くなってきました。でもこの時間が一番眠いよね。9時とかお仕事終わって夜ご飯食べてちょっとゴロゴロするこの時間一番眠いです。そう、弟ね、写真のセンスあるんだろうなって思うけど撮ってもらったことがない。お父さんもカメラ好きで、そう、多分どうなんだろうね。でももうおじさんだから。山の山さん、かわいいギフトありがとうございます。そう、お父さんカメラ好きでめっちゃ写真撮ってた。めっちゃ写真あります。こんばんは。昔の私のスパラない頃のユキリカの写真可愛く撮れてました。見たことあるのか。
ね、でもカメラはもう最近はどこも撮ってないですよ。前は旅行行った時に撮ったりしてたけど、最近は家族旅行とかもないですし、昔の話でございます。昔の写真ね、どこやったんだろう。アルバムでめっちゃあるんだけど、どっか行った。スマホでおって文字出すのに5回ボタン押すからなって、あいうえおってね。そうだよ、私のお母さんもお父さんもなっちゃんもそれなんだよ。だから返信遅い。最近の若者はさ、これでやるじゃん、あいうえおで、おーいはこう、おおい。そう、なっちゃんできないらしくて、なっちゃんあいうえおってしてるんですよ。返信遅いだから。会話でポン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 ってできない。お疲れ様です、お疲れ様です。私もですね。まあガラケーの世代の人はそうなんだろうね、多分。普通のキーボードでもできるはず。あいうえおです。え、携帯連打マン大変だね。へえ、こんばんは。慣れたらめっちゃ便利よ。もう秒で返信できるもん、ドロロロって。確かに面白。あゆめをまゆめもさしラリルレロ。フリックめっちゃ便利。そう、おももしろ、うふふってできるんで簡単に。ほい、こんばんは。もうあの英語のやつもフリックでやってる。英語ゆうきいみたいな、ローマ字りか。こんばんは。モンとなっちゃんのエピください。なんかあるっけ他に。聞いてくれたらあるんだけど、なんか具体的にそう言われたらないですよね。明太子の日連打乱れると恥ずかしい。マジ？でもそのフリックを練習してたらすぐ慣れるよ、数日で。普通のキーボードでもできる。こんばんは。徐々に取り入れてきたらできるようになる。なるほど。なっちゃんスタイルなっちゃんスタイル、まあ、なっちゃんには似合うファッションだけど私には合わない。なっちゃんスタイル系統が違いますから、私となっちゃんは。あれはなっちゃんには合うけど、目つぶって雪りか打てる人を選ぶ場所。ね、合わないよね。私がなっちゃんの私服を全部着たらどうなんだろうね。
ぽくないよね。なっちゃんミニスカ履いてるイメージよくあるけど、私はミニスカのプライベートではあんま履かないから。足の露出が多すぎるので履けない。こんばんは。指が短くて携帯を操作できない。わかる。でも最近携帯ちょっと大きいもんね。わかる。親指届かんってなる。最近携帯が大きいんだよ。スマホが親指じゃ届かんときある。ファーって。ね、なんか 6S とか6らへんはちょうど片手で操作できる iPhone の大きさ、マジで5とかめっちゃちょうどいい。でもどんどんでかくなってきて、7とかも小さかったかな。その辺は楽に、 6S めっちゃ使いやすかったけど、最近の iPhone 大きいですからね、片手操作はむずいです。こんばんは。スマホで親指を使う状況わかりません。うち右手で持ってこうやって打つんですよ。親指で、親指だけで。そう、これスマホケースやけど、こうやって打つ。あ、い、う、え、おって。でも携帯がでかいからちょっとむずい。そんな感じ。あ、こうやって打ってるってことじゃん。ね、ちょっと血もちょい小さくてもいいよね。 6S マジ使いやすかった。私 6S からだったんですけど、使いやすかった。なんでケースだけあるんって。これ今三脚にはめてるから、これだとはまらないんですよ。これが邪魔して、あと幅が太くてちょっとはまらないので、ちゃんと外してる。はまんないんですよね。アイフェイス太くて毎回だから外してセットしてます。カチャってはめてる。こんばんは。そう、めんどいです。めんどいけど仕方ないので。はじめまして、はじめまして、はじめまして。こんばんは。ガチャ。七並べは親指でできる。確かに下の方にあるけん、やりやすいね。この肌触り良さそうなフリース、フリース？どれ？これ？こんばんは。
ワークマンね、ワークマン入ったことないんだよね。そっか。親指で押すと思ったのと違うのが飛んでいきますって。親指が手、太い剣ってことですか。トランプ小さいもんね。わかる。でも確かにそっちじゃないみたいな。ワークマンって服とか売ってるのか。そう、これ柄入りです。全然ルームズデイをたまに5タップしたりしてました。ルームズデイに5タップとかある？ルームズデイ、ワークマンでリュック買いました。へえ。確かに いいリュック売ってそう。なんかいっぱい大容量リュックみたいな。ルームズで、文吾さん服ありがとうございます。あれルームズデーってさ、ずっとログインしてなくてもさ、同盟から消えないじゃん。ずっともう絶対やらんでしょみたいなね。あのもう絶対やらない人はね、あの同盟メンバーのそう整理をしたいなって思うんですけど、やらない人入ってるからさ、なっちゃんの実家行ったことないですよね。整理必要だよね。だそうそう、だってもう34日、そんなには経ってないか。もうアンダウンロードしましたって方もいるじゃんね。ルームズでなんか他の同盟の他のメンバーの同盟の人でまだやってる人たちが全員集まってしたらいいのに。そう、人数少ないんだよね。他のメンバーの同盟でやってる人数人じゃん多分。どこもその方々が集まって一つになったら、いい感じになるけど。いやいや、こんばんは。徳島みたいに山口とか愛媛のメンバー、愛媛もメンバーと行くツアー企画決まってます。メンバーと行くツアー待ってますか。みんなで一つになったらおもろそうね。STU っていう同盟を作ってその中に入るなら効率めっちゃいいじゃん。あのヘルプとかのもう敵じゃないじゃん。だから STU っていうチームを作ってそこに入るんです。そしたら作業の進みが良い。まだやっとんかいって話だけど。ルイさんバラありがとうございます。だるま
スガイド。バスツアーね、愛媛か。すいません、意外とやっていますね。そう、いつやめよう。私も毎日やってるんだよね。昨日も今日もミッションクリア、毎日。今日の朝の9時の分も全部やったし、9時更新の。今は鉄を貯めてますね。やめるタイミングむずいよね、コラボゲームって。わかる。今から始めても間に合うけど、アリはね、なんかアンダウンロードしろみたいな感じで決められてたからパッてやめれたけど、ね、でもこんな放置あるんだね、終わった後何も言われず。博多の塩工場はどこになるんかな。まあ今治から行けるけど、島かな。後ろのキャラクター何？ちいかわ。ちいかわです。ドライブやってはないね。めっちゃもう本当にたまにログインするだけ。ドライブ？うん、メッセージが来てるから本当にたまに、もう数ヶ月に1回とか見るだけ。ちいかわ、こんなちいかわいたんだねって。もうこういったちいかわですよ。一番のちいかわです。主人公ちいかわのちいかわです。笑ってるからね、分かりづらいのかな。ちいかわのちいかわですので、こんなちいかわっていうか、これはちいかわです。ちいかわのちいかわなんです。ちいかわです。この子がちいかわです。耳が見えてないかな。ちいかわのちいかわですので。七並べもたまにやってるぐらい、たまに。ちいかわのちいかわ、今日七並べ開きましたよ。やってはないけど七並べ開いた。そう、ちいかわ好きです。最近はちいかわのうさぎが気になってて、推し編だ。あ、栗まんじゅうは好きですよ。2番目、そう、開いただけ。うさぎ、そう、なんか年賀状届いたよっていうツイートを見たから、えっと思って、先月の順位を見るために開きました。ご飯食べながら見ていいですか？いいですよ。でももうちょっとしたら終わるけどね。ハチワレが可愛く見えてきた。でもちいかわハチワレウサギだったら、まあちいかわかウサギですね。でもハチワレも可愛いけどね。今はちいかわかうさぎです。これうさぎなかったんですよ。これ2種類しかなくて、ハチワレかちいかわしかなくて、もともとちいかわにしたんですよ。うさぎはなかった。全2種。そう、一押しは栗まんじゅうです。そう、うさぎはもともとない、全2種で8割だった。最近でもうさぎかわいいって思い始めた。
ライスさん、服ありがとうございます。どれも可愛いんですけどね。うさぎ、母もそう、うさぎが好きですね。ちいかわの中だったらうさぎ。私のね、 iPhone ケースのあれがうさぎなんですよ。それもある。スマホグリップがうさぎなんです。こんばんは。うさぎ見たことない？嘘、あるよ。X のアイコン8割れ。そう、うさぎ。ちいかわね、ちいかわ見ようかな、久しぶりに。アニメかわいいよね。癒されに。やっはー、こんばんは。でもジーカーのアニメ短いけんね、すぐ終わる。すぐ終わりますね。かわいいですねって分からずに言ってるだろ。こんばんは。アマプラと TVer で見れるね。見れる見れる。はい、 TVer かな、 TVer で見ようかな。うん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 。ゆきりかの影響でちいかわ好きになった。マジ？ちいかわの誰が好き？ちいかわのちいかわですか？クリマンチュー先輩。あ、昨日のアニメ見てる？ちいかわ最近見てないや、溜まってるから見なきゃな。まあ短いけんすぐ見れますわ、一気に。こんばんは。この前少しちいかわのアニメ見たら可愛かったです。そうだよ、可愛いですよ。あ、ちいかわのちいかわが好き。じゃあちいかわだ。こんばんは。部屋中がちいかわグッズだらけになった。マジ？買ってるの？グッズ。それはよほど好きですね、ちいかわグッズ。こんばんは。毎回キャラクター全員は出ないよ。何人かピックアップされたキャラクターのみです。
昨日ちいかわのグッズ気になっていろいろ見てました。ああ沼だね、ちいかわの沼にハマっちゃってますね。こんばんは、こんばんは。ズブ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 スポッ。こんばんは。X の方はクリマンジュ先輩だった。それは見た見た。チーカーグッズ結構持ってますかって。結構持ってますね。うん。私はおぱんちゅうさぎの駅弁の記事を見てました。へえ、コラボするの。ちいかわの駅弁もあったよね。でも一瞬で売り切れて手に入らないって。ガチ勢さんがいらっしゃいますからね。手に入れるのが難しい。いやいや、1日1000食。おお、1000食か。まあ一瞬で売り切れそう。ね、一瞬ですよ。まあ別に駅弁は別にいいや。どうでもまあ可愛いけん写真はね撮りたいだろう、撮りたいけど別にまあそこまで絶対食べたい絶対欲しいとかはないですね。写真撮りたいぐらいですね。ポン太郎さん服ありがとうございます。服、そう、神戸牛の弁当か。大阪やったらたこ焼き、豚まん。風が強いね。風の音が聞こえる外から。めちゃくちゃ風が吹いてる。リアル広島の日、宿が取りづらかった。それは STU ファンの方が取ってるからか。22月の最近昼間が寒い。冬ですからね。冬ですもの。24、へえ、フクフェスと近いね。じゃあフクフェス、フク、はい、ゲット。タタ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 。ミキヤくん、フク、ありがとうございます。いいね、福田さん、このギフト。フク。フク、フク。胸、まだって。胸はないやろな、どう頑張っても。ね、福田さんにピアぴったり。いいじゃん。フクさん。雪ならワンちゃん。雪は字でこんでしょ。雪の字で作るなら雪で作ってって感じじゃない。雪の結晶でいいじゃん。雪の文字飛んできても、雪雪雪雪雪
雪の感じが飛ぶのは嫌ですよ。雪にしてくれってなります。そろそろ節分、そうだね。豆ギフト来るかな。豆ギフトってあったっけな。豆、豆投げられるの嫌だな。でもヤンマが何冊買うって、何冊買おうかな。3、見る用、保存用、保存用。鬼ギフト、私は毎年節分ねやってるから、配信で部屋の中で鬼バーサと家の中で、えいって、恵方巻き食べるよ。風速7メートル、すごいんかな。あ、チェキとか、確かにチェキ応募とかあるんかね。そういうのがあるなら。6冊予約した、すごい。今年はどんなボケをしますか。え、ボケせんといかんですか。私確かにチェキとかあるならね、いっぱい応募してください。もしあったらね。まだ分からんけど、あと5日ですね、発売まで。お父さんは知らないよ、多分ヤンマがあることとか。落ちた豆は食べます。そう、お母さんは予約してると思う。わからん。でもこの前なんかヤンマを予約したいんだけどみたいなこと言ってたから、予約せんでも本屋とかコンビニで買えるよって言った。予約むずいじゃん、ちょっと携帯に詳しくないからさ。予約どうやってするのみたいになってたから、普通にコンビニにもあるよって。アマゾンとかやってないんですよ、そう、母だからわかんないって言ってたので、普通に書店とかコンビニで買えるから、どこでも買えるから、まあ絶対手に入るよってね。今年売るのし、そうそう、ヤンマガは習慣かな。こんばんは。あと5分で9時ですね。9時ちょいぐらいに終わりますわ。9時ぐらいに。はじめまして、はじめまして。習慣、ヤンマガ。セブンで抑えてます、すごい。ヤングなんとかっていう雑誌多いから気をつけないとねって。まあ表紙見たらね、書店とかだと表紙見たら STU だからわかるよ、見慣れた顔が。
これだってなります。そう、そのヤンマガのさ、ヤンマガを延長した時にさ、あのは 20% だ、90で始めたのに、充電90で始めたのに 20% だ、早っ。90何本で始めたんだけどな。はやーい。そう、まあ、ヤンマガをさ延長した時に溜まってるコインがな、そう、期限がさ3月とかだったっけな、最近ログインしたんですよ、普通に2日前ぐらいに。そういやコインもう消えたかなと思って、ペリカ、そうペリカだ、でもまだ残ってて3月ぐらいだったかな期限が。だからなんか使わなきゃもったいないと思ったけど、何の漫画見ていいか、読みないっていうやつがにまだ出会えてなくて、ペリカが余ってる。そう、なんか漫画見ようと思って、漫画のランキングみたいなやつを、漫画のランキングみたいな、え、そう、3月とかな気する、どうだったっけ、期限があるんですよ、だから消えるんだったらね使わなきゃって思うけど。ペリカ、おぬぬめの漫画は、まあ、ないです。でもランキングに生贄投票があって、私漫画で全部読んだやつ、面白い。生贄投票、カイジか、カイジは映画で見たな。1月28まで、うんうん、私のは3月、多分あの最終日の直前とかにバーって課金したやつなので3月。一押しユーザー、確かに、え、そのままなんじゃない、だってあれから誰も課金してないじゃん、そのままじゃない。そう、ペリカで漫画読める、300やったらでも3話ぐらいしか見えんね、確か漫画1個読むぐらいに100ペリカぐらいなくなるんですよ。100だっけ、1000だっけ、100だっけ、結構なくなる。そう、最近使おうと思って、まだまだあるんですよ。何見よう、携帯で漫画見たことない、うん、そうね、あんま見ないね私も。こんばんは。相棒始まった？じゃあ9時か、ドラマ。そういや、そろそろ新ドラマの時期なのかな。新ドラマ、こんばんは。ね、そう、ペリカ使わなきゃって思ったんですけど全然使えてないです。1月23までギリギリ。新ドラマまだチェックしてないです。でもドラマって1話見逃したらなんか途中から入りづらいから、1話を見なきゃね、マジでっていう感じなので、うんうんうん、あ、TVer ね、こんばんは。めっちゃゴキって言った、ゴキゴキ。
骨がゴキゴキです。いや、クラス替えの友達作りと同じ、最初が大事。かわゆさんのドラマがあるの、何もチェックしてないんだよね、まだ。すごい、私ゴキ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 コリコリです、肩とか。だってここに2時間座ってるんだもん、絶対凝るよね。いい配信場所ってどこだろう、やっぱソファーか。ゴリゴリです、ゴリゴリかです。もうマッサージチェアとかに座って配信しようかな、めっちゃいいじゃん、マッサージチェア配信。バランスボール、あ、今日から新ドラマ、マジ？こんばんは、もういっぱいのね、バランスボールで配信してますっていう。オキさんもボリボリ言ってた気する、オキさんもめっちゃ肩凝ってるって言ってた、肩こり、肩凝ってるメンバー多い、まあみんな凝ってるよね、肩こり。まあ気持ちの問題ですね。なんか海外では肩こりっていう言葉がないから、肩こりなんてないんですよ。日本にはあるからさ、あ、肩こったとかなるけど、海外、外国は肩こりがなくて、だから肩こりなんてないんです。こんばんはね、だから概念がなければ肩こりなんてないんです。肩こりという言葉があるから凝ったって思っちゃうんですよ。こんばんは。ね。じゃあそろそろ終わろうかね、配信。やだじゃないよ、2部はやらないよ、もう長いやったので。いや、いや、今日は一部制ですね。ももちゃんのお知らせは21時からなので、やだ、やらないよ、やらないって言ったらやらないからね、待っててもやらないですよ。今日はなしです。今来たとこ、それは来るんか遅い、まあまた明日やるからさ、明日でも明後日でも来てよ、明日でも明後日でもし明後日でも、いつでも来てください。明日は夕方にはやらないから、夜とかにやるので、はい、ってことでね、漢字を読もうかな。お風呂沸いた？いいね、ちょうどいいタイミング。
そろそろなっちゃんの生誕見る？アーカイブ？アーカイブ？じゃあランキング読みます。13位ムーランさん、12位ルイさん、11位ユキさん、10位ゼロさん、9位こたつ猫さん、8位ヤスルパンさん、7位おいもちゃん、6位ヤスベーさん、5位服部さん、4位ベッホゲナさん、3位めでたいさん、2位ミキヤくん、1位ウドムさん、ありがとうございました。ホウマツさん、服ありがとうございます。服ギフト、もう少しで仕事終わります。あら、まだ終わってないのね。明日は今日より遅いです。そうです。ほっぺプリーズ。はい、ってことでお疲れ様でした。今日水曜日、明日は木曜日、です。早いね、1週間って。木金終わったらお話し会2日間です。年賀状本日出しました？マジ？まだ受け取ってないんだよね、みんなからの年賀状。いつだろう。次、13に受け取れるかな。早くて。13かな。年賀状、年賀状って1年ね、まあまだ10日ですから、いけます、いけます。ということで、じゃあ終わります。追加しようかなって。年賀状お話し会、お話し会受付中です。今の話の流れから言ったら年賀状だけど、お話し会、あ、当選番号、確かにまだ受け取ってないから13日に受け取れるかも。お話し会だよね。お話し会9時再販二次受付です。年賀状の追加はそんな求めてございませんので、お話し会お待ちしております。まだリアルもあるんでね、リアルで会える広島とか幕張とかありますので、直接も会えます。年賀状は1枚で OK です。まあお年玉付きのやつならまあでもなかなか当たんないですからね。当たったことないですもん、あれ。たくさんもらっても当たったことないから、なかなか当たんないもん。だから1枚でいいですね。当たんない。こんばんは、こんばんは。もう終わりますってことで、あ、なるほどね。当選発表がされてから当たったものを送ってください。なるほど。なるほどね。あらかじめこれは当たっているという番号の。なるほどね。むずいって、マジで当たらんもん。当たってる番号を手に入れるの難しいよ、マジで。今まで当たったことないもん。去年も当たってないし。めっちゃむずいよ。終わります。ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみ、またね。また明日です。今日はもうないです。おやすみ、おやすみなさい。